フランベジアは、スピロヘータの一族であるトレポネーマ族によって発生する感染症である。トレポネーマ族による疾患には、梅毒、ピンタ、ベジェルなどがある。後期の理由により、森林梅毒や、フード性トレポネーマ症とも呼ばれる。梅毒の原因菌である、梅毒トレポネーマトレポネマパラダムと形態学的にも、血清学的にも鑑別できない。 2013年の風総会での決議66.12の中で、フランベジアは2020年までに根絶するという目標が定められた。トレポネマパーティニと呼ばれるトレポネーマであり、同じくトレポネーマによる病気である梅毒の禁煙種である。したがって、トレポネーマに感染しても梅毒と同様にワッセルマン反応に陽性となるが、 性感染病ではないため、森林梅毒という別名がついた。正確な感染経路は不明であるが、皮膚と粘膜からの直接的な接触による感染と考えられ、フード病として幼児からの早期の感染が疑われている。梅毒と異なり、血液感染や胸体板感染は起きない。同種の病原菌によって生じる感染症、森林梅毒という名前の通り、 フランベジアは高温多湿の地域で衛生状態が劣悪なところに見られる。小児から感染し、大人の抗体反応から分布域では数割の感染起用が推測されている。風は、ラテンアメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアに1000万人のフランベジア患者がいると推定している。フランベジアトレポネーマ細菌感染による肘の関節周辺に生じた血節フランベジアの 経過は3期に分類されている。潜伏期間は3から4週間感受性のあるアジスロマイシン、またはベンザチンペニシリンなどの抗生物質を筋肉注射により投与する。抗生物質の使用によりアジア、ラテンアメリカではフランベジアの分布は縮小しつつある。ペニシリンに対するアレルギーを有する場合、ドキスサイクリンを使用する。ありがとうございます。